お前の体に光が封じられてるか。見たところ普通そうだが。ま、そうだな。ここで罪喰い討伐を投げ出しても危機は去らないわけだしな。ところで
エメトセルクの言っていたこと、ハイデリンが作り出された存在だって話が、もし本当なら、俺たち光の加護を受けし者は、ハイデリンのテンパードみたいなものなのか。あ、いや、お前も知らないなら今はいい。奴の話そのものが、お前たちを揺さぶるための虚言だった可能性もある。正しいかどうかなんて、簡単にひっくり返る。楽しかった思い出も、削り取りたくなるくらい、憎くなる日が来るかもしれない。だから、こんな俺はもう、誰かを肯定も否定もすべきじゃないと思っていたが、スリザーバウの奴らが夜を見て感激していたこと、よかったなって俺も思ったよ。冒険は楽しかったが、それと同じくらい戦った後に送られる誰かの思いが好きだった。それを思い出した。少しだけな。どうだった？定時連絡は。今のところ戦況に大きな変化はない。何度か小規模な衝突を繰り返しているが、同盟軍も帝国軍も攻めあぐねているようだ。膠着状態か。兵力だけ見れば同盟軍はよく耐えている方だな。まああの粒子戦争を乗り越えた国も加わってるんだ。そうでなければ困るさ。だが戦の長期化は双方の望むところではなかろう。この停滞は嵐の前の静けさともなりうる。帝国が一気に肩をつけようとしたならば、黒バラの投入も。やはり調査を急ぐべきだろう。侵入の手回しは無論進めている。加えて気がかりな情報をつかんだ。国境地帯ギムリとの戦場から帝国百人隊長が一人姿を消したのだ。敵前逃亡か、どこかで死体になっているか、どちらにせよ珍しい話ではないだろう。確かに姿を消したままであればな。だが最近になってそやつがこの帝都で目撃されたとなれば話は別だ。敵前逃亡ならば帝都に戻るような真似はすまい。死んでいたならば死体が戻ったということになろう。おお、つい最近聞いた話じゃないか。現在ゼノスを語っていると思われるアシエン・エリディブス、同様にいずれかのアシエンが百人隊長の体を得たか、あるいはまだ我らの知らぬ駒が盤上に置かれているのやもしれぬ。この件についても引き続き追わせている。我らも行くとしよう。
なるほど。随分とつまらぬ戦になりかけているな。父上も、いや、この体では赤の他人か。情の一つもわかぬのは、それゆえとしておこう。そうだ、俺を俺となせるのは今やあの女のみ。我が高き獲物、我が友よ。いずこかで爪は遂げたであろうな。貴様が道を開かんとするなら、俺もまた宿命をひざまずかせようぞ。